はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、エビル高校ですね、やっていきたいと思います。最初はね、ちょっとストーリーを見たいというご意見がありましたので、今回はショートカット設定はなしでやっていきたいと思います。定期イベントだけね、見ていきましょう。世紀の大番狂わせ、地区大会3回戦まで行ったと。1年の終わりにヤミノがキャプテンになった。1年でなったんだ。まだまだ先は長い。甲子園への道は遠い。君には期待しているよ。入江くんなんだ。大田くんと桐崎さん、イクリアと一緒に他校の偵察に行った。まつりちゃんの言う通り、やることが残ってるからみんなには遅れると伝えておいてくれ。偵察が終わったのか早いな。偵察先の野球部はどうだった？まあまあ。報告は後でまとめる。以上だ。俺嫌われてる？やべえ、秋夫に出会ったって。で、じゃあ編成の方から見ていきますか。で、編成については、まあ、今回レイディをお借りしてます。まあ、ポイントはですね、まず役割分担ですね。あのガードとかレンジャーとかバウンサーとか、まあ、それをばらけさせることと、得意練習もなるべく全種類、入れていくということですね。ただ今回この編成に関しては、精神練習が、得意練習としてありません。だから本当はね、タイガくんね、ここの枠を佐伯さんにできれば最高だったんですけれども、ちょっと佐伯さんはね、自分全然弱いんで、まあ、タイガ君でいこうと思います。まあ、あと、タイガを入れている理由は、守備上限アップですね。ナッチのイベントで守備が直上げされるんで、まあ、それをね、有効活用するために守備上限アップはつけていきたいと思います。あと、レイリー、自分は持ってないので、ちょっとテーブルの方を確認していきますと、やる気効果は100。先にあれか、得意練習は走塁と打撃。でタックはちょっと低めなんですよね。筋力ボーナスが4で補給上限がついてます。さらに固有ボーナスで筋力ボーナスと骨イベントのアップで、タックが45、レベルが45になると試合経験点ボーナス 10% と、骨は盗塁、アベレージヒッター、冷静の3つで、特に余計なものはついてません。筋力はちなみに独身術になります。成功失敗はあります。失敗すると取れませんと。で、まつりちゃん、前回まつりちゃんいっぱい出たんで、せっかくなんで入れていきましょうというところですね。で、一応筋力要因として、メガネ登場を入れてきてます。だからまずガードからいくと、ガードは、登場と永瀬くんの2人ガードで、レンジャーがこの2人で、バウンサー、先駆けのスナイパーが夏ナッチですね。まあ、そんなところになってますと。で、最初の練習はまあコツがあるので、コツまつりちゃんの評価を上げていきたい気はするけど、冷静、これはソウルジェイルか。ソウルジェイルどういう原理で動いてるかお前が知る必要はない。知りません。彼女に変なことしたんじゃないだろうな。ミクリアは過去にいろいろあったらしい。ソウルジェルってどういう原理なんだ。君はスマートフォンを使うことに抵抗あるのかい。それと同じ仕組みは分からないけど使う。遠赤外線とかマイナスイオンとかそんなものだと思えばいいさ。部活終わりに手持ちのスマホで撮ってくる。スマートフォンじゃダメだ。部から支給されたカメラを使う。ターゲットの選手を撮ったらさっさと退散する。これも俺たちが甲子園を目指すのに必要なこと。総務セメタリーが使えるようになりましたと。ちょっと説明は聞かないでいきます。ここら辺はもう通常のイベントなんで、さささっと早送りで。で、ここから出てはくるんですけど、この最初の練習するときにイベキャラが誰がいるかですね。ここで役割で取れる経験点が変わってきます。桐崎はレンジャー、先駆けはバウンサーなんで、
臨床ポイントと技術ポイントが取れるようになりますという感じです。ここは筋力、筋力か。本当はね、黒金とか最初のうちにゲットしておきたいんですけど、まあ、ちょっとどうだろうな、黒金先に優先していくか。まつりちゃんカシャカシャカシャと、でここも自己紹介イベントですね。でコツがあるけど、うん、1人2人2人か2パー大丈夫でしょう。まつりちゃんまたいるのか。あ、ちなみにお守りは持ってきてないです。あ、しまった。あ、でも冷静か、取っちゃって。最初は本当に黒金とねダンジョンが重要なんで、ここを早めに回収していきたいですね。でこれはスカウトさんイベントなんで、そのまま進んでいきます。であとは回収できるときに回収しておきたい。最初なんで、どうしようか。実はカロリーバーを持ち込んであるんですよね。1個使っちゃおう。で、ここで敏捷なんですけれども、下にハートマークがあります。これは、まあ、彼女キャラをね、連れてくるとハートマークがついて、ハートマークがつくとどうなるかっていうと体力が回復する。結構いい。これはあとは見ながら、まあ、どこがいいのか、どうしようかな。黒金だな。黒金次2人とか来てくれればすげえいいんだけど、うまくいけばね、もう4人1回でいけますね。やっぱミュージックじゃん。これ何がいい？アゲアゲなやつ。これだと連打のコツが取れた気がする。不運の結果、これは教えてもらいましょう。ポジションは二遊間ということで、タックが組める。でタックでフィニッシュを決めるのも重要なんですけど、これダンジョン、ここが取れるな。取れるっていうか2人閉じ込められる。ちょっと今回こっちします。まだ急ぐところでもないんで。で偵察に行きましたか。乗ってるかーいと。乗りが2人とも悪い。ちょっと顔に出ないだけ。一緒にフェスに行ったりしてます。フェス、おお10上がった。不運の結果、これは何がいいんだ。帰ろ。体力回復するよね多分。コンビ生還をゲット。で一応フィニッシュというか通常だけど、決められるといえば決められる。まあ最初はね評価源なんで、どうしようかな。ちょっと体力が回復できる、こっちにしよう。で祭りに来ましたと。甲子園に行ったら大観衆に注目される。そんな閉じた関係ばかりじゃ良くない。ちょっと声をかけてくる。たこ焼き食べないか。必要ない。今日今日必要な栄養はすでに摂取済み。あれは金魚すくい。シュバババ、一瞬で10匹。この射的当たったのに倒れないぞ。なんて腕の長さだ。景品まで届いちまう。そんなに腕が長いんだ。ダンスタイム、ダンスタイムっていうか盆踊りでしょ。目指せ甲子園。チームメイト評価が上がりましたと。さてじゃあもうこれも回収しちゃおう。遅いイベントを早くしてないから。でダンジョン、これはちょっと喫茶店に行ってみよう。気が下がった。で回収したやつは
まあ、コンプリートしたやつですね、まあ、使えると。6ターンの間イベント経験タップだ。ダンジョンはこれが結構重要で、黒金に関しては、全員の評価プラス20なんで早めに集めておきたい。もうすでに10月に入っちゃってるけど、いけるね。今週まつりちゃんをだからクリスマス前に彼女にしたい。登場の金徳イベント進めていきましょう。でこれはレイリーの金徳イベントか。第1回目は普通通りに進んでいきます。普通通りというか特に何も選択肢なしで3人いる。ここはどうしようかな。太平洋楽も悪くはないからね。3人しかも結構ばらけてんな。やっとこう。カシャカシャカシャ。で、まあ、練習試合、練習試合じゃないよ、普通の秋隊か。秋隊は準決勝まで来たけどダメでしたと。早急強すぎた。春隊は絶望。まだ力不足、体力減った。で、まあ、守備はなくなっちゃったけど、いやここは何もねえか。そこそこ取れるね。打撃も1人入れておくか。要はそのタックが起きた時に閉じ込めてないと意味がないんで、閉じ込めるだけ閉じ込めておこう。でこれは別に定期イベントではないんで、ちょっとそのまま見ていきます。追い打ちで、さて、守備がいける。タックフィニッシュを決めますか。これ 33% あるんで、もうカロリーバーも使っちゃいます。でほい、敏捷が2つあるからめちゃくちゃ敏捷取れる。でここは見ていきましょう。ソウルジェイルの効果で体力が回復した。これはまあ変わらず吸い尽くしました。黒金手に入れました。タックフィニッシュと闇の支援効果によってサンダの力を得た。さよなら男、接戦。ここソウルジェイルの魂をスペシャルタックで吸い尽くした場合はタックフィニッシュとなります。この場合ソウルジェイルの効果とは別にコツ経験点を取得することができます。同じ練習場所にエビル所属のイベキャラが存在した場合、追加でコツを取得する場合がありますと。で今回はレイリーがいたんで、通常は2つかななんだけど、レイリーがいたんで3個コツを手に入れることができましたという感じですね。でメガネ、メガネどうしようか。あ、じゃあいつものにしとこう。意外性で先駆けの金徳、これは進めていきます。でさらにタック、おーあるね。その前に11月に入っちゃってんな。これ使って評価上げて、まつりちゃんはもう大丈夫でしょう。よし、じゃあこれで決めよう。で、なんだっけ、タックフィニッシュを決めたのは下に、ダイヤのマークが埋まります。これで何種類のタックフィニッシュを決められたかによってまたね、金徳もらえるもらえないというのが出てきます。意外性はちょっと掴んじゃうか。でナッチのパフェ中毒、これいいよね。普通にめちゃくちゃ体力回復するし。でタック明鏡はねいらないんだよね、正直。効果的なものとしてちょっとここにしとこう。まあ、メンタルはタックが組めるわけじゃないんで、閉じ込めてもしょうがないっちゃしょうがないけど。あれ、これって定期イベントだっけ。すまない、俺の勘違いだ。心配やらないよ、俺たちは必ず甲子園に行く。闇の俺はお前を信じて絶対甲子園に行こう。でこれで偵察か増えるのか。パワフル国庫来ました、襲名国庫来ました、ブレインマッスル来ましたという感じ。これは回収しちゃう。で回収しておきたいのはまずメカニクスですね。メカニクスは技術の経験値が300点に入るんで回収しておきたいと。あとは精神が手に入るシラス、要はバウンサー1、あ来た告白。でこれは真ん中です。
編成的にバウンサーとスナイパーが1しかいないんで、それを埋めるために不眠症になってしまった。悲しい。それを埋めるためにやりたかったんだけど、まあブレイマスも3人いるしね。ブレイマスはちなみに筋力になります。あ、取れる分は取っとこう。お、まあパフェ中毒。敵か味方か、これは何がいいの。精神力でしょ。精神くれるじゃん。あ、調子安定になるじゃん。で、そうだね、ここは人がいる、ここも人がいる。守備に人がいないのか。じゃあブレインマッスルだから筋力に人を置いとこう。来た時に登場がタックフィニッシュをね、打てるようにしとかなきゃいけないんで、これで先駆けも終わりですと。で、守備、まあ、こういう時にね、だから人がいないとタックが起こってもタックフィニッシュが起こせないと。なのでパワフル高校、まあ1人ですけどもやっときますか。お、アンドロメダかな。エビルキャップ、集中力を高めるためのヘルメット、試合時はこれをかぶる。許可は取っている。面白そうな相手じゃないか。闇野のヘルメットも動じない。最近力をつけてきたと聞いているよ。今日はよろしく頼む。そのヘルメットはどういう効果があるんだい。うちでもヘルメットでサポートをする研究をしているから興味がある。すまないが企業秘密だ。科学では解明できないということを言っておこう。それは科学に対する挑戦かい。じゃあその最先端科学の力を見せてあげるよ。アンドロメダに勝った。バカみたいに喜んでるんじゃない。俺たちのしてきたことが実を結んだだけだ。言い方がきついな。何か機嫌を損ねること言ったっけ。想定より歯応えのない相手だった。一応あれは予定通り遂行する。さあカシャカシャ。おい大丈夫か。ああ少しめまいがしただけだ。げ、体力減った。ひどい。ちょっと練習見て 40% か。もうこれ超回収したいんだけどね。ソウルセメタリーで回復できるものがない。こういう時にこれがあるといいんだけど。で今回は12月の3週なんで、クリスマス前にこのイベント経験点アップを使います。でどうする、超やりてんだけど。これ 40% やってみようか。はい、これどうなの、回収できたの。すげえ回収してるけど大丈夫。タックフィニッシュ、ちょっと通過した。で体力回復しましたと。で肩のソウルジェイドを取って、大平落取って、でチャンス帳尻合わせで、最近ソウルジェイドの使い方が分かってる。これ3つ目かな。3種類やると金徳が手に入ります。複数の練習場所でソウルジェイジの力を吸収しましたと。スイープで、これでスイープが手に入るんで、まあ、要はねエプレミちゃんがちょっと出番がなくなってしまうところはあります。で食べに行きましょう。一応成功と失敗はあります。うん、これ失敗したわ。成功するとパワヒのねコツが手に入るんですけど。でクリスマス、体力はそんなに回復しない。ここでパワーヒッター手に入るんだ。あとはここはじゃあちょっと来るまで待ちで、これも待ちで、ここも待ちで、待ちで行きましょうか。全部ってか経験点がすげえ溜まってんな。 C にしておこう。ちょっと1回全部 E にしておきますか。臨床はすげえ甘い。これ D にしておこう。肩も E にしておいて、守備に。で補給はちょっとね、ナッチのコツが来るまで置いておきたい。さて自然回復力アップはまだいいや。でデート進めていきますか。あれ俺不眠症だっけ、そういえば。まあいいや。初デートなのかな。勝手にどっか行っちゃったと。月に向かって撃て。でさらに初詣と。でこれタイミング的にね、バレンタインまでは届かないんですよね。ちょうどバレンタイン前で終わっちゃうっていう。
シラスかー、やっぱ回収しときたいよなー。ちょっと一人だけど、やっとこう。まあ、肩のね、練習場所に閉じ込めるという意味で、回数も関係してくるんで、何回タックフィニッシュができたか。で、これはレイリーの2回目、一番上で進んでいきます。で、レイリーなんかはちょっと分かんないけど、内容的にニートが関係してきそうな気がするって A に持ってきます。さてタッグフィニッシュを組めるわけではない。あ、ここなんかなくなりそうだけどな。春英も試合経験点ボーナスなんで欲しいっちゃ欲しい。ただ精神と筋力が今筋力足りてねえかな。一回やっちゃおうかな。これ回収しとこう。でこれが3回目か。経験点すげえな。あー、なんかさっき練習しなくてもよかった。あ、でも練習しとかないとあれだったか、足んなかったか。これとはない。自然回復カップでも使っとけばよかった。あ、ダメだ、今イベント経験点が生きてるからね。31はもうちょっといいや。デート進めよう。で、ちなみにその魂を吸収できるのが6月の4週までなんで、7月にねまとめてデートするっていうのは全然ありですね。で、パワスポか。強豪校スランプ続出、勢力図に異変、アンドロメダ学園も不調。この前試合をした時はそんな感じはしなかった。ここも不調になったのって、今までにうちが偵察に行った学校ばっかり。アンドロメダ高校だってエースが不調、誰かが病原菌を撒き散らした。闇野だって最近様子が変。ああいうのをかぶりたいお年頃。強豪校の不調とあのヘルメットに何か関係があると思うか。邪気払いをやったらどうでやんすか。来月お楽しみ。なんとか眠れないな。邪気払いしてくれ。守備がなくなってしまった。暁大附属はちなみに敏捷なんですよね。そんなわけでここを閉じ込めておきましょう。シラス回収しておきたいんで。敏捷がちょっと余りそうだよな。伝統的な邪気払い豆まき、入江の主張はどうかと思うな。そんなのは逆に喜ぶことじゃないか。邪気を払うなど非論理的で無意味。闇の君が鬼、まあ豆をぶつけられるだけだ。え、これって闇のが鬼になるのはさ、仕組まれたことなのかな。これ痛そう。バシ、少しは手加減してくれ。こんな痛みは想定外だよ。豆まきに行くのを提案したのは矢部君。焼肉パーティー、おごりで。人のお金で食べる焼肉ほどうまいものはない。全員で行こう。全員って何、高校生でしょこいつら。高校生でさ、全員分のさ焼肉って相当だよね。で、切れたんでちょっともうこれ使っちゃいます。大変楽で、うわーこれもうなくなるね。なくなるからちょっとでも回収しておく。いや3240くらいか。だったらさとりちゃん閉じ込めとけ、閉じ込めとこう。でナッチの金徳教えてもらうと。でバレンタイン、あれバレンタインって確かなんか成功失敗あった気がするな。で総力がなくなりました。ソウルジェル、こっち閉じ込めたい気がするけど、これもなくなっちゃうんで、ここを吸収しておこう。守備職人速攻で、ここは仲良くしよう。チームメイト評価か。あ、メカニクスか。メカニクスもちょっと閉じ込めておきたいよね。ちょっとすげえ、敏捷マジで余りまくってんな。
B くらいまで上げとく。でスイープがただ重いからね、閉じ込みだけ閉じ込めとこう。10年にめちゃくちゃ足速いからね。ゲッひどい。ここがいけますね。技術回収。ホームシーシとか、まあ確かにいらないものは潰しておくのは手だよね。でこれで一旦ナッチの金徳は終了。早急骨をかなりつかめるっていうのがでかいよな、やっぱり。守備にも誰もいないからちょっと1回お出かけしてデートを進めましょう。残り2回は7月中に終わらせたいよね。まあ、今回は本当にやるもんなかったからデートしましたけど、なるべく練習はしていたいんで体力は高めに保っておく。これだよこれあ、ヘルメットかぶってさっさと練習を始めろ。はい、お前、いや君も早く練習に行くんだ。それからというもの闇野の態度は日に日に悪化していった。あのヘルメットをかぶると性格が変わるような気がする。なんか様子が変、何か変化があったようだな。最近のお前は明らかにおかしい。桐崎さんが闇野くんに反発している。チームの雰囲気がよろしくない。まあただ守備はね練習できる人がいっぱいいるんで、閉じ込めるだけ閉じ込めときますか。よし補給ゲット。これで補給も上げていきましょう。あ、これは別にランダムイベントの内容なんで、とりあえず捨てとこう。よくわかんねえかな。で SG を手に入れましたと。あ、これいける。あ、いけるね。ちょっと補給骨も手に入れたんで呼吸を上げていくのと、あと守備も上げていきたいんで、ちょっと先に守備を整えましょう。でこれ一気に99まで持っていきます。査定だけ考えるんだったら98でいいんですけど、守備が3上がるんで100、101、102、これで直上げで102ですね。技術と精神がめちゃくちゃ必要なんだけど、中 3% か、どうしようかな。さっき体力プラス50を手に入れたから確実にいこう。これで回復してやると。フィニッシュ。ケア芝生だよ。あ、そうだ、ホーム突入。どの練習でも最大限までソウルジェイルの力を引き出せるとは見事なものだと。さまざまなソウルジェイルの力を吸収した。メッタ打ち、ローボールヒッター。ローボールヒッターいらないからな。あとは回数になるはずなんで、メカニクスは絶対欲しいよね。ちょっとやっとこう。でエレキで、これはマホちゃんでも取っとく。やばい、眠すぎる。あ、これ新入社員、新入社員じゃねえや、新入生が入ってきたと。うわー、ここ2人いる。閉じ込めておきたいわ、閉じ込めておきたいな。シラスも特に、ただ何もないよね、もう使うやつが。どうしようかな。通院する、体力ないけど治れ。よし、もう不眠症とか。これもでも確か成功失敗があったような気がする。チームプレイもある。もう体力がないんですわ私。いや29、ここはデートしちゃうか。ちょっと体力の管理があんまりうまくいってないな。そうだから、あとイベント経験点が発動してるときにデートを消化しちゃうっていうのもありだよね。なんもない。だこういうとこでさ、タックフィニッシュが来てくれないとどうしようかな。便所はいらないんだよな。シラスを閉じ込めておこう。だ精神でタックフィニッシュが決められないのがちょっと痛い、この編成では。
ここも閉じ込めとこう。閉じ込めるだけ閉じ込めとく。切り裂きで、切り裂きを入れていると片目打ちが手に入るんで、めった打ちの骸骨ですね。さらにここは練習試合、特にお任せします。まあ、練習試合は別にいいでしょう、お任せで。結構打たれてんな、まあ、マントル自体は強いんだっけ、その設定的によくわかんないけど。でこれが3回目、打て、よし打った。これで打てると独身術とりあえず成功ですね。まあ少しだけど3でもまあ掴めるっちゃ掴めるはずです。あ、これなくなるか、なくなってしまうか、まあ、閉じ込めておくかどうするか。52か、閉じ込めておくか。印象はだからもうちょっとあまり気味なんだよね。で、どうしようかな、洗ってみる。さよなら。とでメカニクス手に入れましたと。一応3人いるな。ただ体力がそんなにあるわけじゃないんで、例によってちょっと回復しとこう。回復しながら回収をする。やる気が上がったと。これはエビルっぽいやつ。精神ポイントで、ここタックフィニッシュが決められるんで、やっときましょう。ほい、シラスパワヒ、テンション上げていきましょうと。タックフィニッシュでソウルジェイの力をたくさん吸収したことに新しい力を得ることができた。ヒートアップ。もう一回いける気がするんだよね。いけるっていうか、まだまだある。3人いる、3人いるはいるんだけど、どうしようかな。精神だからフィニッシュが決められないのが本当に痛い。おはよう。今月のパワースポ、マントル変形、まさかの弱体化、まさかの弱体化じゃねえ、弱体化してまさかのなんとかみたいな。聞いてくる。何か俺に隠し事をしていることがあるんじゃないか。ある。試合や偵察で相手がスランプになっている。仲間のことが信じられないのか。闇の相手だとはぐらかされる。お前たちなら何か知ってんじゃないか。他校の偵察で何かやってるとは。相手をスランプにする何か。なぜそこまで一生懸命になれる。敵も味方も一緒に野球をする友達。友達。俺たち悪いことしてるのか。友達助けたい。さてここもちょっと、わー、これ回収して6月で終わっちゃうんで、6月で終わってしまうんで 22% か。ちょっと強行しよう。一応いけた。意外性、意外性ってそういうのなかったっけ。役目を果たせないような代役も考えといけない。そろそろ例の計画を用意した方がいい。偵察について。闇のは強い、力のためなら手段を選ばない、そういう男になってしまった。俺はどうなんだろう。力を持つと人間は変わるからね、やっぱり。で、ソフト類のソウルジェルがなくなりましたと。全然タック来ねえな。じゃあどうしようかな。ソウル攻めたり、経験点系がちょっと余ってるっていうか、
使ってない。筋力とか使っておきますか。一個ずつ使っていこう。で結局さ、なんかデート終わりそうだね。7月は普通に練習するってか、寝てもよかったかもね、体力量的には。ここでどれだけ回復するかだよね。すると一応失敗は失敗だけど、体力むしろ減るじゃん。で一応弾を打つ。失敗した。もう一回くらい行きたかったけどな。そこがもう寝よう。チュンチュン。スマホ、ああ切り裂きにしとこう。で最後にタックフィニッシュができなかった。悲しいな。じゃあ吸収できるものを吸収しておきますか。一応上り竜をね、取れるっちゃ取れるんだよね。だから永瀬くんはちょっと上り竜の方じゃなくてアンダー製造機にしたんですけれども、それは、かなわぬことでしたと。で技術が全然足りてないよね。やっぱり先にメカニを使います。で今回ミートは101まで持っていけないんで、取れるものを回収していきますか。アベレージヒッター取ってねえじゃねえかよ。メッタ打ち、金属関係を先になんとかしときましょう。金取っとけ安いし。さよなら。ハイボールヒッターもないのか。フローボールヒッターは3だけどね。ハゲタカ、追い打ちは2だから結構安いね。あ、そういえば独身術があったね。1か、まあしょうがない。ここどうする。精神でもやっとく。だ本当にね、得意練習で固めた方が、得意練習で固めるっていうか、得意練習2種類持ち、まあ、どれだけタックフィニッシュを決められるかっていうのがかなり肝になるんで。お待たせいたしました。5番。あと結局試合経験点ボーナスも手に入んなかったよね、俊英高校の。余る経験点についてはね、そこまで意識してやらなくてもいいと思うんですね。今回レンジャーが2人いたんで、結構敏捷ポイントは余裕があった。あかつき大付属はね、そんなに狙わずに、足りなくなる経験点のものを補充していくと。特に技術と精神足りなくなりがちなんで、編成によっては。基本的には6の4のうち1種類しかないものを埋めていくと、それがいいと思います。あと俺として欲しいのが、だから永瀬くんの代わりに佐伯さんというところですね。これどっちがいい。こっちにしとこう。初かよお前。ソウルジェイル吸収に全く役立ってなかったんだな。ここに来てテストか。やる気がマジでめっちゃ普通。これ独身術取れねえな。まあいいや、先に呼吸をじゃあ上げていきますか。もう呼吸ここだし、いける？いけるね。お待たせいたしました。あとはね、パワプロの日にだからまた佐伯さんが来てくれれば。打ちました。自前で用意できるんだったらやっぱり45で使いたいよね、佐伯さんは。最初のバッターボックスはセカンドゴロに。やばい、全然打てない。てかうち1安打じゃん。7回の裏、エビル攻撃に入ります。確かにこいつは強いから。今日はセカンドゴロと打った。これはいいよ。もう1点取りたいから。てかもう無理じゃん、これ負けね。なんとしても得点を挙げたい9回です。ワンアウトランナーなしという場面で入江打った強い当たり、打球取りました。
お、延長、延長俺全然打ってねえよ。もう完全負けたと思った。さよなら男持ってんじゃん俺。ちょっと待って。第3球。さよなら男の実力を見ろ。一応進んできたか。あ、一応進んできたんだね、あいつら。頑張ったね。東条、ちょっとお前からアベレージヒッターをもらいたいんですけど。くれた、やった。で、8月の1週に確定でイベントが起きますと。で、ここで守備力3上がって、祝福も確実に3でくれます。なんかあんまりこうタックが発生しないね。スイープ取りますか。めちゃくちゃ重いけど、ちょっと待って、先に独身術を取る。そこから祝福、祝福すごいよね、安い。接戦、あと一番やり用の敏将か。なんか敏将余るとか言っときながら全然余ってねえし。でアベレージヒッターをとだけ取っとこう。アンダー生存100か、まあ、ただ今のところ技術は大丈夫。マジでやることねえな。やっぱ精神の得意練習がいないっていうのがちょっと厳しいところではあったね。だからもうレイリーも持ってないし、佐伯さんも持ってないっていう段階でどっちか外さないといけないからね。お待たせいたしました。2回の裏、レイリーを持ってれば佐伯さんの PSR プラゴをねお借りできるんだけど。思い切って振っていきました。第2球投げた、打ちました、痛烈センター。そう、ちなみにこれ牙の魂吸って吸い取ってると牙は出てこない、一般兵になってる。打ちました、プロはいい当たり。さらに伸びていく、重いな。入江3点とか、6回の裏、何なん、ギャングとかめちゃくちゃ点取られんなこいつ。打ちました、痛烈、いった。また頑張ってるときはもうスタミナがないじゃないか。今日2本のホームランを放っている入江、インドを渡してやる。超危ねえんだけど。しかも闇の投げ切ってるしね。うちのピッチャー陣は層が薄いのかな。試合経験点がすげえ。これ先駆けがさらに試合経験点プラス5になってくれればまた点が増えるってことでしょう。結構な経験点だな。あれ、これってさ、そういえばソウル攻めたり、これ使ってなかったわ。あぶねえ。あとなんか残ってんのってある？もうないよね。全部使ったよね。取れるやつは全部使った。結構いろんな要素がね、絡み合ってくるからね。最初の段階でどれだけ黒金とダンジョンのソウル攻めたりを早く回収できるかとか、うまくいけばって4人一気に閉じ込めることできるからね。シュート見送ってストライク。第2球投げた、スライダーボール。そう、一ノ瀬もだから閉じ込めてると怒り守りなのかピッチャーが。強い当たり、ファイル、レフト、同点で迎える。スライダー、ワンアウトランナー一塁という場面で入江、初球をちょっとボール球だった今、掴みました、ランナー一塁。ちょっとだから点を取られすぎだろ。エビス攻撃に入ります。トップバッターは入江、投げました、ボール。第2球スクリューはボール低め。第3球を投げました。これはやっぱり独身術マジで楽だわ。よし、最後またさよならの場面だ。俺のさよなら男としての、いや、ルイに出るんじゃなくてさよならを決める。さあ次の投球、投げました、一ノ瀬かなり慎重になってんだ。第3球、俺のさよなら力にビビったな、甘かったな。これがさよなら男だ。ま、仕方がないと思え。103とかすげえな。でここで早くしろ、
なんで任したチームのデータを取るんだ、他のものに合わせてそのカメラを返せ。やはりこのカメラか、これに何か秘密があるんだ。これでお前を取ったらどうなる。なに、これまで偵察にも試合にも全部このカメラがかかってきた。何か仕掛けがあるはずだ。ようやく気づいたのか。そう、そのカメラは特別製だ。それで写真を撮られたものは魂を吸い取られる。魂、そしてその魂はカメラ内のソウルジェールに移される。まさか。そう、俺たちの力となる、まさに魂の牢獄。素晴らしい技術だろう。そんな技術あるわけが。嘘なんかじゃないさ。あのミクリアがいい例だろう。もしかして真帆ちゃんもソウルジェールで。やつはもともと特別な力を持っていた。しかし夢や希望、情熱を持たず、上質な魂は期待できなかった。だから手駒として働かせていた。そしたらそのうちどこかで出会いでもあったのか、魂の質が格段に上がってるじゃないか。だから奪ってやった。今やつの支えになっている出会いの記憶ごとな。今すぐ魂を解放するんだ。おかしなことを言うな。その魂の恩恵を受けていたのはどこの誰だ。ソウルジェールはそういう技術だって聞いたから。今さらお前だけ潔白だなんて言い訳は通用しない。さあお前の夢、甲子園優勝まであと一歩。俺と一緒に来い。俺の夢、お前の夢だ。頂点に立つんだぞ。それは他人と共になせることか。さあまずは俺を落としてこのエビルキャップを奪ってみせろ。闇の言うことは一致である。でもそこまでして俺は力を得たいのか。俺はエビルキャップをかぶると決勝相手の難易度が下がります。エビルキャップをかぶらない場合は決勝相手の難易度は下がりませんが、選択後に経験点を得ることができます。かぶらない、そんな力なんていらない。ではそのカメラも返してもらおう。知らなくていいとこまで知ってしまった。想像はつくだろう。残念だよ、君なら託せると思ったんだけどね。やれ。気を失ってるだな。ひとまず縛り上げておこう。野球をする全員が友達、全員助ける。ソウルセメタリー壊してきた。高校の地下にそういう名前のソウルジェール保管庫がある。前例がないのでインキレン連れていく。私たちしか知らないアジトがある。このことは決勝が終わるまでには誰も言わないでほしい。真帆ちゃんの様子が変、頭が痛い。何か大切なことを思い出しそう。経験って全部10だからね。もうちょっと欲しいよね。守備、お、最後にダブリングタックが来た。お前も初か。何なんだこいつらは。全然貢献してなかったんだな。回避で、まあ、せっかくサウンド取ったんで掴んどきましょう。アンダ製造機も取っておく。であとは確か取ってなかったのが下の方、ヒートアップ一番やい。 OK、 肩が弱えな。セカンドだから肩弱くてもちょっとはしょうがないか。ゲッツー取りにくくなるよね、643の。やっぱり上げたいな。エビル追う展開で迎える2回。こいつは試合に出るかって言われたらちょっと分かんないけど。アウトローへストライク。キレのある変化球投げました。きたー、入れば同点だ。いった、入った。じゃあうちのピッチャー誰。エビル追う展開で迎える4回です。ノーアウトランナー入ってくるな。これ結構ギリギリ、パワーが足りなかったら入んなかったな。同点で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で入り、打った、これが強烈。さっきと同じパターンだ。結構ギリギリの試合だな、毎回毎回。しまった、スライダーか。初球から打った。ちょっとスクリュー、本当に毎回サヨナラなんだけど。ノーアウトランナー1塁という場面で入ってくる。うお、ギリギリ。ここまで全打点を叩き出しています。第2球投げた。スカウトさんもめちゃくちゃ評価するよ。1大会で何回サヨナラ打ってんだみたいな。投げた、いや今回も打つけど。第4球を投げた。おいおいおい、危ない球。牽引してくる可能性あるかな、この場合。第5球投げた。うわ、サヨナラにはならなかったけど、けた。エビル、めちゃくちゃチャンスは作った。そして誰かが決めてくれた。誰か知らないけど。
って思い出しました。皆さん聞いてください、とんでもないことをしていたんです。誰も信じてくれなかった。未使用のソウルジェイルは奴に奪われてしまった。まさかあそこから抜け出すとは。そもそもソウルジェイルはヤミノが作ったものなのか、誰かにもらったものなのか、わかんない。甲子園優勝。1位でやんす。ここはまつりちゃん打球伸びをくれる。どうやら時期尚早だった。英語回帰、俺は超人からはほど遠い。ならば何度でも。次こそはうまくやってみる。経験点は1万超えたくらい。まあ、大体そんなもん。安定性はあるよね。ちょっと肩 C にはしておこう。で、あと取るもの、コツ2のものから埋めていきますか。レーザービーム、フォーム刺繍はいらねえや。で、技術と精神がただなんだかんだで余ったか。連打じゃあ取っとこう。本類性か、競争心も取る。打球の道はせっかくだから取る。速攻も取る。冷静も3だから取る。ここなんか珍しいな、一応取っとこう。で、チャンスもじゃあ取っておいて、対左3まで掴むと、でもまあそれなりか。盗塁もじゃあ3だし、走塁も取って、送球は必要。チャンスは20までにしておこう。精神が余ってるから。余ってるわけじゃないけど、初球もなんとなく欲しい。へっすら、チャンスメーカーがもう取れなくなっちゃったね。精神なんだかんだ言って、でも余裕はあったか。特能的にはこんなもの。悪球打ちいるかどうかって言われたら、まあ一応取っとく。若干精神あまり気味だったけど、まあ一応こんな感じですね。 SS1 までいったか。盆栽で SS1 で、さらに上り竜が取れてないから、まあ、やっぱり強いよねエビルは普通に。まあこいつは102、102で独身術があるから、一応入れときますか。どういう名前すればいいんだ、なんか忘れちゃったよ。守備補給102かで、独身術。久々に登録するな。どこだったっけ、もうめっちゃ登録してた時は覚えてたけど、守備補給102で独身術。独身術はここよし、 OK、まあ、こいつはパワチャリに入れてもいいでしょう。だから SS1 と、まあ、SS1 のちょっと過ぎといったところですね。だから SS 以上くらいだったら普通に量産できるんじゃないですか、というような感じですね。まあ、エビルはね、結構やってて楽しいところではあるので、まあ、野手の方が向いてるかな。で、全力で投手を作るというような、流れになるんじゃないでしょうか、とりあえず今のところは。というわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。そうだね、あと欲しいキャラとしては、まあ、もちろん佐伯さんの高いレベルのキャラが欲しいのと、レイリーだね。レイリーをそもそも欲しいという感じです。まあガチャを引くかどうかはちょっと分かんないですけれども、選択権取れればね、レイリーはもう絶対取れるんで、まあ、レイリー確保して佐伯さんをお借りするっていうのが、多分自分のデッキの中では強い選手を作れる、早道だとは思います。まあ、そんなところです。今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。